横川運転区横川運転区は群馬県安中市にかつて存在した東日本旅客鉄道の車両基地である。この校では前身である横川機関区についても述べる。新越本線開通を前にした1892年7月に横川機関区が横川駅南側に設置された。同区間は最大66.7パーミルもの急勾配が連続する難所であり、 列車に連結する補助機関車と乗務員が所属することとなった。1928年には軽井沢機関庫を統合し横川機関庫の文庫とした。1936年9月1日付で横川機関区に改称した。なお、日本国有鉄道時代は高崎鉄道管理局に属していた。 国鉄分割民営化を前にした1987年3月1日付で、横川運転区に改称され、分割民営化後は JR 東日本に継承された。その後1997年度区間が廃止になると、同時に本運転区も閉鎖された。跡地には、1999年に薄い峠、鉄道文化村が開園した。横川を示す、横である。 EC40 系、ED42 系、EEF63 型初期は海外から輸入したものや、それをベースに国内で製造された蒸気機関車が使用された。1912年の電気機関車経営開始に、伴い EC40 型が配置された。1919年から1923年に、かけては ED40 型が14両製造され、 輸送量の増加や蒸気機関車の廃止に対応した。1926年には ED41 型がスイスから輸入された。1934年には ED42 系の配置がなされ、1947年までに24両が配置された。これにより ED40 型と ED41 型は廃車となった。1962年には アプト式運転から粘着運転への切り替えに合わせて EF63 型が落成し、1963年末までに ED42 軽全車が運用離脱、廃車となった。分割民営化時には EF632 から4.6から8.10から13.15から25の21両が継承された。1997年9月30日をもって、 本運転区は閉鎖。用途喪失の EF63 型は1998年9月の全車廃車までは、車席を高崎運転所所属とされた。同区間を通過する全列車に連結される EF63 型の乗務は、もちろんのこと、同区間を走行する客車列車や貨物列車で運用される EF62 系の乗務も担当した。ありがとうございます。